なんか自分のことを作家ですってなかなか名乗れなくって、本当にこれで喜んでもらってるんかなとか、いただく対価はこれでいいのかなっていうのを悩みながら迷いながらっていう時期が長かったですね。アステルエチオピアンレザー作家のアツコです。自宅アトリエでエチオピアンレザーを使って革小物をお作りしています。エチオピアでは特にこのシープレザーが有名で、標高の高いエチオピアだからこそ育つ羊の革で、とても柔らかくしなやかで、そして強いっていうのが特徴です。アクセサリーとかコースター、キーホルダー、コインケース、さまざまなものを作っていて、アクセサリーを今日どれにしようかなっていう選ぶ時間とか、こうコースターがあることでちょっとコーヒーゆっくり入れて飲もうかなとか、こう革小物をが暮らしの中にあることでゆったりした穏やかな時間を運べるきっかけになったらいいなと思ってます。ただ言われたことを黙々と作業してたくさん量産してっていうよりかは、やっぱりものづくりを通して人とつながりたいし、こう届けてさようならではなくって、まあ、その後も緩やかに使い手さんと関係性が続く、まあ、そんな風になったらいいなと思いつつ、こうオンラインでこう一人ずつに握手をするように革小物をお届けするっていう今のスタイルになりました。2015年から17年に青年海外協力隊としてエチオピアで2年弱暮らしたことがきっかけです。私は当時小学校教員だったので、エチオピアの現地の公立の小学校に入ってアート教育に関わることになって、一番最初に見た授業が、先生が黒板にこう赤と黄色を混ぜたら緑になりますっていうのを文字で書いて、で子どもたちは自分の持ってるノートにボールペンでそれを黒板を写す、それがアートの授業で、実際絵の具を使うこともなければ混ざってる様子を見ることもできないっていうようなところからのスタートだったので、材料を集めたりとか資金を調達したりして、ちょっと絵の具使うだけで大喜びでしたね。ある日のアートの授業なんですけど、等身大の貼り絵を子どもたちと一緒に作ったことがあって、まあそれが完成した時に喜びで踊り出した子がいて、手拍子する子とか、なんかピューって口笛鳴らす子とか、なんか教室がすごい大盛り上がりになって、子どもたちに、あ、そう、私もそういえば作ること好きやったなっていうのを改めて思い出させてもらって、作ることをお仕事にしたいなと思ったきっかけになりました。フルタイムで働く小学校の先生としてのお仕事は帰ってきてから1年後に辞めたんですけれども、帰ってきてから今までと違う軸が自分の中にできて、幸せに暮らすってどういうことなんやろうっていう、こう自分の暮らしを振り返るようになって、家族ができて子供ができてっていうのを考えた時に、私このまま先生としてこう両立できるんかなっていう不安があったりもしましたし、この迷ってるのと同時にお腹の赤ちゃんが流産してしまうっていうことが何回かあって、でその時にすごいゆっくりした時間を赤ちゃんが運んできてくれて、教育からものづくりのに舵を切り替えるきっかけになったので、なんかママが幸せになるのはこっちの道やでって教えてもらったんかなって、こう導かれたような気がしています。はい。どうぞ。
ここがリビングで、普段主人と子供と3人で生活している場所になります。で、奥が子供部屋になっていて、おもちゃとか絵本とかたくさん置いてます。こっち側が革道具を置いている場所になります。で、子供が小さいので、この押し入れが私のアトリエスペースになってます。この引き出しに道具を入れたりしていて、革はこの下の段に入れています。そうですね、こういう柔らかいレザーになります。なんか柔らかい革なので、強度は結構あるんですけど、この素材が生きるようなものを作りたいと思っていて、住んでる環境によってこう革の質が変わってくるみたいで、本当なんか世界最高峰のレザーって言われてるそうです。はい、ちょっとここで作業をするのは暗いんでいつもこの引き出しごとあっちの大きなテーブルに運んで作業をしてます。ここに革広げたりして、切ったり叩いたり、ここでいつもしてます。なんかもう道具はこの箱にバサッと割と入れちゃってるんですけど、これが革包丁って言って、結構革細工で使うならではの道具かなと思います。なんか昔住んでた町が金物の町やったらしくって、そこで買った三木市っていうところで買った革包丁をずっと使ってます。革は直接針刺して布みたいには縫えないので、一回このひしめ打ちで穴を開けてから、でその穴を縫っていきます。牛革やったら刻印がプレスでギュッて入るんですけど、シープレザーの場合は柔らかくてそれができないので、レーザー彫刻機を使ってロゴを入れたりしています。名前を入れたりとか、イラストとか写真とか何でも革に彫刻をすることができます。これが私のお店のアステルエチオピアンレザーのロゴになってます。私は革小物をいろいろ作っていて、このくるりんとしたピアスがイユっていう名前です。エチオピアの言葉で見てっていう意味があって、こう新しい世界に飛び込む時にこうお守りみたいになったらいいなと思って名付けました。あとこれはシープレザーを縫い固めたレザーコースターになります。エチオピアってコーヒーが有名なので、コーヒー飲むときに使ってもらえたらいいなと思って、ラ・ブンナ、コーヒーのためにっていうアムハラ語の名前をつけています。エチオピアって本当にコーヒー文化が生活の中に溶け込んでいて、ゆったりした時間を思い出しながら塗っています。対話をして完成した時に、あ、もうこれは絶対あの人のものだわっていうのができた時はすごく嬉しいですね。もう、あの人使ってくれるんやろなっていうイメージが自分の中にできるので、お届けしてからお客様が声を届けてくれるんですけれども、可愛い素敵とかだけじゃなくって、なんだろう、内面の変化があったようなエピソードとかを聞かせてくれる使い手さんもいらっしゃって、住職さんにお財布をお届けしたことがあるんですけど、私がお届けしたのはシープレザーの柔らかい質感のお財布で、なんかそのお財布使い始めてから
なんか印象が柔らかくなったねって周りの人に言われるっていうことをおっしゃっていました。そういう声が聞けた時はこう革小物を通して自分にもできることがあるんだなっていうのを感じさせてもらってます。革小物とこう小さなお店のコラボをしてこうものづくりをしていきたいなっていう思いがあります。こう街のカフェとかパン屋さんとかお花屋さんとか、その街の雰囲気って小さなお店の店主さんとかその場が作り出してるなっていうのをすごく感じていて、なんかそういう方たちと一緒にものづくりをして、そのお店の向こう側にいる人に知ってもらう、届けるっていうことをやってみたいです。